回は、韓国の K200 装甲兵員輸送車について解説していくよ。K200 プロジェクトは、1981年に大韓民国陸軍が、将来の戦闘要件に見合う要求を出したことで開始されたよ。そして、国防科学研究所が開発を担当し、大宇重工業が生産元請け業者となったよ。K200 は水陸両用の兵員輸送車両として設計され、機械化歩兵小隊を敵の消火器から防護しつつ輸送することを主目的としていて、アメリカの M113 装甲兵員輸送車を元に開発された AIFV のシャーシを基礎としているよ。ちなみに、この AIFV は M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車の競合相手であったけど、結果としてより大型で強力なブラッドレイをアメリカ陸軍は採用したよ。しかし、AIFV の M113 との部品の互換性やコストの安さを理由に、いくつかの輸出先で現在も運用されているよ。K200 の開発に関しても AIFV 同様、より低コストで高い生産性を持つことも開発の目的とされ、AIFV 以下の生産コストとすることが目標に設定されたよ。そして、K200 の国内開発生産において、最終的に132万から141万ドルの価格帯となり、これは、AIFV をライセンス生産または直接輸入した際にかかるとされる、152万から283万ドルの予想価格と比べ、比較的安価であるとされるよ。また、エンジンに関しては自国開発のものを搭載することは叶わなかったため、ライセンス生産契約下で MAN 製の D2848T エンジンを搭載することで、この問題を解決し、後の K21 歩兵戦闘車の開発の際にこのエンジンをリバースエンジニアリングしたことで得たデータが活かされることになるよ。1985年に生産が開始され、1998年までに派生型車両を含めて2000両が作られ、1993-95年にはマレーシア陸軍211両が輸出されたよ。現在は生産が停止され、K21 が K200 に変えて部隊配備が進められているよ。KIFV の車体は防弾アルミ板の全溶接構造で、前面下部と側面全体にスペースドラミネート式の増加装甲がボルト止めされていて、この増加装甲の内部にはポリウレタンフォームが充填されており、水上浮行の再浮力を増大する役割も担っているよ。具体的な防護能力に関しては、弾片防護や、小銃弾、12.7mm 弾に対して耐えられる程度となっていると思われるよ。車体全部左側に操縦主席、全部右側に機関室が配置され、車体中央部に車長と重手が位置していて、車体後部にある兵員室は被弾軽視を考慮し、側面が斜めに削り込まれており、左右に各2機ずつのガンポートとペリスコープが備えられているよ。車体後面には、緊急用の小扉と2機のガンポートを持つ油圧式の乗降用ランプが設けられ、主武装に関しては重手用キューポラに搭載された防準付きの 12.7mm 重機関銃計61艇だが、車長用キューポラにも 7.62mm 機関銃 M60 を装着することができるよ。ちなみに、本車両で搭載されているガンポートは89式装甲戦闘車のようなガンポートではなく、小窓を開いて直接小銃を車外に出し射撃するような設計になっているよ。さらに近年ではまた、旧 K115 にメキス M 対戦車ミサイルの装備で対戦車能力を追加することも可能であり、この対戦車ミサイルは、ソビエト連邦が開発した個人携行対戦車ミサイルで、発射装置は 10.2km、最大射程が 1000m で、時速 60km までの速度で移動する目標に対して効果的になっているよ。また車体前面にあるフローティングセルを兼ねた並切り板の上部に、電子光学、赤外線照準兵の対応策として6機の発煙弾発射機が装備されているよ。派生型が多く存在し、型によっては 20mm バルカン砲や 82mm、107mm 迫撃砲を装備しており、より高い対人攻撃能力や、場合によっては対空戦闘能力を付与することが可能になっているよ。パワーパックはドイツの MAN 社製の D2848V 型8気筒液冷ディーゼルエンジン出力 280A 馬力と、イギリスのデイビッド・ブラウン社製の T300 半自動変速機前進7段後進7段の組み合わせとなっているよ。K200AH 歩兵戦闘車は、1994年に大宇重工業によって開発された K200 歩兵戦闘車の改良型で、主な改良点はエンジンにターボチャージャーが追加され、最大出力が 350A 馬力に強化されたことと、変速機がアメリカのアリソン社製の X205K 全自動変速機前進7段後進1段に換装されたことだよ。また、この改良は、既存の K200 歩兵戦闘車にも随時行われているよ。本車両の特徴として、
その幅広い拡張性から前に述べたように幅広い武装を搭載することが可能であり、さらに、車両回収車や、指揮車、弾薬運搬車などの多くのバリエーションがあり、車体はもちろん共通化されていてファミリー化によってさらなる生産コスト低減に一役買っているよ。もう一つの本車両の特徴として水陸両用兵員輸送車であることがあるが、実際は洋上を航行することは困難であり、自力での渡河が現実的な運用方法になっているよ。このように、K200 は各国の装甲兵員輸送車に対して、特段に優れた車両ではないものの、その優れた拡張性や、生産コストの低さという長所を備えた車両だと言えるよ。また、この車両に関しても水上航行能力の付与や、西側、東側の装備を混載している点など、良くも悪くも韓国らしさが大いに詰まった車両だと思うよ。これで解説を終わりにします。それではまた今度。